父さん、お母さん、私頑張るから。あ、おはよう、春野さん。おはよう、望月さん。なんかこう、よそよそしいのって苦手。だって、会ってまだ2日目だし。とりあえず、私のことはランでいいから、春野さんのこともさゆりって呼んでいい？これが夢にまで見た、ブルリール聖火学校。ちょっとランはしゃぎすぎじゃない？そう？それに入学試験の時に一度来てるでしょ。緊張しすぎて何も覚えてない。ごめん。そりゃあさゆりは余裕あったでしょうよ。なんて言ったって特待生なんだから。特待生？もうやめてよ。ごめん。ちょっといいかしら。もしかしてあなたが春のさゆりさん？私さゆりですけど。特待生ってどんな人だろうって想像してたけど、全然普通の人じゃない。すみません。この学校はみんな高い授業料払って入学してるのよ。そうよ、ちょっとテストの成績が良かったくらいでタダになるなんて信じらんない。どんなコネ使ったのよ。じゃあうーんといい成績だったんでしょ。いきなりお金の話なんて、あんたたちどこの成金よ。私たちが成金ですって？あなた三宮財閥の一人娘椿さんを知らないの？失礼でしょ。さよりなんて魚と間違えといてどっちが失礼なのよ。うるさいわね。取り巻きは黙ってなさいよ。取り巻きに取り巻きって言われたくない。もういいよ、それより入学式行こう。でも。あら、さすが特待生、真面目ですこと。どうせよ。やっと椿さんの凄さが分かったようね。全然分かんない。なんですって？何を。うるせえ、廊下でゴタゴタやってねえで道を開けろ。何、私見られてる？いつからフルリールには小頭部ができたのかしら。光月くん、何をやっているの？早く入学式に行きなさい。分かってますって。三宮さんも初日から遅刻なんて許しませんからね。似てるな。え、誰に？春野さん。あ、はい。いきなり揉め事とは。あなたを特待生にしたのは間違いだったかもしれませんね。ごめんね、さゆり、私のせいで。ランのせいじゃないから。にしても噂通りね。噂？皆川なでしこ、本人も超一流のパティシエであるがゆえに一切の妥協を許さない。彼女のために学校を追われた生徒は数えきれないらしいわ。そんな。さゆり目をつけられたかもね。そしてさらにここには絶対に破ってはいけない校則があるの。続きまして、各セクションの講師からの挨拶です。ご入学おめでとうございます。青井美月です。主にショコラを使った洋菓子を担当します。皆さんの夢へのお手伝いができること嬉しく思います。ボンジュー、フランスから来ましたアナフサ・ジルベールです。日本は初めてです。みんなと授業ができる日を楽しみにしてます。和菓子担当の鈴見義之助だ。先に言っておくが、やる気のないものは構わず置いていく、そのつもりでいるように。さらにここには絶対に破ってはいけない校則があるの。在学中は講師との恋愛禁止っていう。どうして？かなりレベルの高い人たちが集まってるらしいんだけど。そんな常識言われなくても分かってるわよね、さゆり。うん、ほんとみんなイケメンね。確かに。でも恋愛なんてしてられない。これから1年間パティシエになるために頑張らなきゃ。
今日はくじ引きで2名ずつコンビを組んでもらい、それぞれ得意なお菓子を作ってもらいます。得意なお菓子って緊張する。ダメだ、全然自信ない。先生、やっぱり採点したりするんですよね。これで成績が左右されたりするわけじゃなく、あくまで親睦会みたいなものですから、リラックスして臨んでください。僕たち講師も一緒に作りますので、終わったらみんなで試食会をしましょう。さゆり、組めるといいね。うん。それじゃあ早速始めるよ。こんなこともあろうかと僕が用意していたジャパニーズビンゴマシーン。日本の道具って変わったのが多くて面白いよね。フランスへ帰る。次は15番の人。ああ、残念。さゆりと一緒なら楽できると思ったのに。ラン、早く始めましょう。はいはい。次は2番の人と、あ、8番の人。おい、8番は俺だ。え、うるせえ。あのさ、お前どのくらいできんの？どのくらいって言われても、私も気になりますわ。特待生様がどんなお菓子を作るのか、早速お手並み拝見ですわね。そもそもこの学校は、うるせえよタコ。コンビだからって二人で作らなきゃいけないわけじゃねえだろ。俺が作る、お前は黙って見てろ。でも二人で作らないといけないんじゃ。お前は皿でも用意しとけ。はい。何ほおずき病、7代続く和菓子屋の長男。見た目の怖さとは裏腹に、その腕はもはやプロ並み。実技のテストでは華麗なテクニックを披露した。寮のやつやっぱすげえな。俺あんなのできねえよ。いや、何あの手際の良さ。やっぱりすごいね。じゃあ始めるよ。そうね。はい、仕上げ。なんてキュートなの。おい、こっちもすげえぞ。マイル。これで決める。綺麗、まるで待ってるみたい。僕もそろそろ始めるかな。さあ、君も一緒に。お待たせ。ところに来ちゃった。私こんなところで1年間やっていけるのかな。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いているかな。
講師はすげえな。ディルセズニ先生、かわいすぎ。私、風邪ひきそう。本当にお菓子作りが好きなんだ。光月くん、私にも何か手伝わせて。言っただろ、俺一人で作るって。でも、二人で作業した方が効率も…あら、ごめんなさい。最新の泡立て器の使い方にまだ慣れてなくって。椿さんは悪くありませんわ。仕事もせずにぼーっと立てる方が悪いんです。え、さよりさん何もしてなかったの？おい、早く立て。次はフルーツの用意だ。手伝え。ありがとう。なんですの、あなたたち。三宮財閥で取りますか。うるせえよ。お前は泡でも立ててる。ほら、急ぐぞ。うん、わかった。いいとこあるじゃないか。よし、クリームはできた。メレンゲは？もうできてる。じゃ、混ぜてくれ。わかった。味見してもいい？ああ、どうだ。もう少しオレンジの風味を効かせた方がいいかも。あ、ごめんなさい。じゃあお前がやってみろ。え、いいの？ああ、絶対美味しいクリーム作っちゃうから。この学校に入れてよかった。大げさな。あら、ここにいたの？何よ、幸せな時間を邪魔しないでよ。私のケーキを食べたらもっともっと幸せになれるわよ。あんたの誰も取ってくれないんでしょう。そんなヘラズ口はこれを見てから言いなさい。何それ、見てわからないの？イチゴのキャビアのミルフィーユよ。この学校にコネで入ったんじゃないの？カモのオレンジソースとか甘いものにしょっぱいものを合わせるのは世界の常識なのよ。でも普通海産物は使わないよ。食パンって、あんたのも見せなさいよ。ウィールコレクションナンバーワン、オレンジシブーストマロン。すごく美味しい。オレンジとキャラメルの相性がぴったり。なんか元気になれる味だね。まあまあね。でも私がパリで食べたものと比べたらまだ全然かしら。皆さんお待たせ。僕たちのお菓子も出来上がったので食べてみてください。おいしいからってびっくりしすぎないようにね。フルイールコレクションナンバー2、春桜マロ。すごい、この細工本物の桜みたい。こんな和菓子食べたことない。フルイールコレクションナンバー3、ムラングシャンティマロ。こんな素敵なムラングシャンティ初めて見たわ。まるでおとぎ話に出てきそう。フルイールコレクションナンバー4、ショコレートフルイールマロ。なんて繊細なデコレーションなんだろう。本当にこれがショコラなの？さゆり、ちょっといい？え？あんた、さっきから見られてるよ。誰に？教頭先生。やっぱりさゆり、目つけられちゃったのかな。教頭先生、私を特待生にしたこと後悔してるのかも。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって、また作るよ。届いているかな。
ちに待ったゴールデンウィーク思いっきり遊ぶぞねえ、さゆりはやること決まった？お菓子作り。せっかくのゴールデンウィークなんだよ。だって楽しいんだもん。菓子作りか、ちょうどいい。よかったら明日一日付き合ってくれ。え、はい、喜んで。望月じゃない、春野くんだ。ですよね。実は知り合いが明後日誕生日なので菓子を贈ろうと思っていたんだが、アシスタントが休養で来れなくなってしまってな。受けなよ、せっかく先生が誘ってくれてるんだよ。でも作ったお菓子、私の分もゲットしてきてね。わかりました。そうか、助かる。明日の10時、学校の前でいいか？はい。そういえば、先生のご実家って歌舞伎をやってらっしゃるんですよね。ああ。あの、どこに向かってるんですか？材料の買い出しだ。ですよね、お菓子作るんですもんね。今日は何を作るんです？若鮎だ。ああ、今の季節にぴったりですね。待てまよ。我が、持たない。悩みはあるのか？え、何ですか、いきなり。悩みはあるのかと聞いただけだが。悩み？あなたを特待生にしたのは間違いだったかもしれませんね。ありません。そうか。鈴見先生は悩み事とかあります？うん、あるぞ。1年後、強引に稲漬けと結婚させられるかもしれないのが悩みだな。うわ、重っ。それはなんとかならないんですか？他に相手でもいればな。ついたぞ。参る。これで決める。フルリルコレクションナンバー5はカユマロ。今にも泳ぎ出しそう。すまない、助かった。あ、先生、本当に菓子作りが好きなんだな。これからも頑張るように。教頭とのことはいろいろ聞いている。明日、彼女にそれを渡しに行くぞ。じゃあ知り合いって？あなたたち、こんな時間に二人で何をやってるの？先生の誕生祝い作りを手伝ってもらっていたんですよ。私の？二人でこれを？はい。まさかそれにかこつけて不純異性交遊をしてるんじゃないでしょうね。鈴見先生は軽率な行動は慎みなさい。それに春野さんも特待生という自覚があるんですか？鈴見先生みたいに分かってくれてる人もいるんだ。でも先生の言い名付けにはちょっと会ってみたいかも。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いているかな。いつだってどこだって君を思う。
ババンババンジュンバンジュンバンジュンじゃあ始めるよ。それはい、仕上げ。フルリールコレクションナンバー6、抹茶クリームのサンタナレマロ。あー、かわいい。食べちゃうのがもったいない。そうかな。はい。あれ、なんで春野さんいるの？今日日曜なのに。ちょっと忘れ物しちゃって。先生こそなんでわざわざ学校で？だってここの方がうちより調理器具が揃ってるんだもん。もちろん材料もね。よかったら試食してみてよ。いいんですか？もちろん。はい、お待たせ。僕は日本をイメージした新作のお菓子を作ってるんだ。日本をイメージ？うん、早く感想を聞かせて。じゃあいただきます。わー、抹茶の風味がすごく生きてる。それにこのクレームシャンティ、上品な甘み。和三盆を使ってるのね。でも、いえ、私が勝手に想像してただけなんですけど、先生の作ったものだからもっと何かいい意味で驚かされるかなって。日本をイメージさせるお菓子って難しいですね。春野さん鋭い。すみません。よし、決めた。僕まだ日本に来て2ヶ月ちょっとなんだ。もっともっと日本を知らないと納得いくものはできない。はあ。だから今から春野さんに東京を案内してもらう。さあ行こう。でもまだお菓子が。いいからいいから。先生、どこか行きたいとこあります？東京タワー。スカイツリーじゃないんですね。うん。どうしてですか？エッフェル塔みたいだから。似てるね。そんなんで日本をよく知ることになりますかね。なるなる、行こう行こう。アルナさん、さっきから何キョロキョロしてるの？二人でいるところを誰かに見られたらまずいかなって。なんで？それは不純異性交友だから。いや、って今僕たちそんなことしてる？してません。たっけー。ママ、お兄ちゃん楽しそうだよ。この建物なんだろう。あっち橋が見えるよ。先生、何かアイディアは？僕の両親はね、パリでお菓子のお店やってたんだ。結構人気があって毎日お客さんがたくさん来てたんだよ。はい。でも病気で母が死んでしまってね。え？それから父はすごく忙しくなって僕と遊ぶ時間もなくなっちゃったんだ。そんな時一緒にいてくれたのが祖母なんだ。エッフェル塔も二人で登った。優しいおばあちゃんですね。うん。祖母は日本人でね、自分の国のことを嬉しそうに話してくれた。だから僕はこの国に興味を持ったんだ。先生、寂しくないんですか？おばあちゃんに会いたいとか。全然。学校には美月たちもいるし、それにたくさんの生徒もいる。そして今はさゆりちゃんがね。よーし、暗くならないうちに次行ってみよう。あれ、今、さゆりちゃんって。まあいいか。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いているかな。さゆりちゃんはどうしてパティシエになりたいの？
子供の頃、母が連れて行ってくれたお店でパティシエの方を見たんです。それだけ？一生懸命にお菓子を作る姿が私には輝いて見えて、こんな素敵な仕事がしたいなって。そっか、きっとなれるよ、さゆりちゃんなら。はい、頑張ります。お、着いたみたい。あれ、確かこのお店って。そう、僕が最後に来たかったのはここ。はい、どうぞ。ありがとうございます。素敵なお店。いらっしゃいませ。少々お待ちください。はい。みつきくんはいますか？申し訳ありません、今日はちょっと所用で出ております。残念、彼の作ったショコラが食べたかったのにね。やっぱりみつき先生のお店だったんですね。先生って君たちはフルリールの生徒さん？はい、僕は同僚。いぶき、せっかくだから茶でも出してやったらどうだ？え、でも。どうせもうすぐ閉店だ。みつきが作ったショコラはないが、俺たちが作ったものでよかったら食べていってくれ。やったー、先生のお兄さんたち。フルリールコレクション番外編、レクランのショコラマロ。さ、どうぞ。ボーナペティ。あれ、どうしたの？ショコラは苦手？いえ、大好きです。それはよかった。こんなかっこいい人たちに見られてたら味なんてわかんないよ。うん、おいしい、早く食べなよ。じゃ、いただきます。おいしい。幸せ。どうかな、うちのショコラは。夢の味がしました。大げさな。本当にです。こんな世界があるんだって。早く美月先生のショコラの授業受けてみたいな。美月の授業？はい。さっきから気になってるんだけど。何です？その袋って僕たちへのお土産？いやー、お茶をごちそうになった上にお土産まで。日本人ってほんと優しいな。すみません、すみません、まだ日本に来て日が浅いんです。いや、これはテイクアウトで注文されたお客様のものでして。じゃあ、なんだ。もうジル先生は黙っててください。何か持たせてやったらどうだ？そうだね。やったー。申し訳ありません、お客様、本日はもうお待ちしておりました。今日はてっきりいらっしゃらないのかと。遅くなってごめんなさい。ちょっと急な用事が入ってしまって。お気になさらないでください。皆川様はお得意様ですから。そう言っていただけると助かるわ。ジン様どうかしら、彼にも挨拶を。ジンなら店の奥に。どうしたの、さゆりちゃん。こんばんは、教頭先生。アルノさん、あなたはまた不純異性交遊ですか？前回は許しましたが、今日という今日はもう我慢できません。いいですか、何度も言うようですが、あなたは我がなんでいつもこうなっちゃうんだろう。でも今日はジル先生のいろんなとこが見られて、ちょっと楽しかったかも。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いているかな。どこだって君を応援し
元気だな。また失敗しちゃった。なんか食感が良くないな。とっても美味しいよ。ジル先生のはもっとサクサクしてたのに。言われてみれば確かに生地が膨らみきってないのかな。ねえ、もう一回チャレンジしていい？勘弁してよ。この学校に来てもう 1.89 キロも太ったのに。細かいね。私このまま帰るけど、さゆりどうする？少し散歩でもしてみる。うん、それがいいよ。大した失敗じゃないんだから、あんまり考えすぎないようにね。ありがとう。へえ、面白いな。ちょっと使えるかも。お疲れ様です。ん？お疲れ様、春野さん。あの、何をされてるんですか？ああ、今度新しく作ろうと思ってるスイーツのイメージを膨らまそうと思ってね。イメージを膨らます？うん、例えばこんな風に。ああ、先生絵も上手なんですね。確かにここまで細かく決めておけば後で悩むことはなくなりますね。うん、そうなんだ。これは僕のやり方なんだけど、実際にあるものを観察したり手に取ったりするとまた違ったアイデアが浮かんでくることもあるんだ。大事なのは自分がどこまで向き合って納得するものを作り上げようとするか。パティシエに限らず職人なんてみんなそうだと思うよ。納得するもの。あ、ごめん、なんか説教臭くなっちゃったね。いえ、とても勉強になります。さっきから気になってたんだけど。ん？それって何？もしよかったら試食して感想を聞かせてください。うん、僕でよかったら。お願いします。ずいぶん作ったね。はい、つい。じゃ、いただきます。クリームは悪くなさそうだけど生地がいまいちかな。あ、やっぱり分かっちゃいます？まあね、一応これでもプロだから。すごい、ますます先生のショコラの授業早く受けたくなっちゃいました。僕の？はい、この前ジル先生とレクランにお邪魔したんです。あ、そっか、店に来てくれた生徒って。店内に入るとほのかにカカオの香りが漂ってきて、ショーケースには美味しそうなショコラがいっぱい。とっても楽しい時間でした。最後はお兄さんたちに迷惑かけちゃいましたけど、二人ともかっこいいですね。それに優しくて。先生？兄たちのショコラは食べた？はい、美味しかったです。でしょ、あの二人の才能はすごいんだ。うちじゃ僕が劣等生だから。え？先生は劣等生なんかじゃないです。は、春野さん？だからそんな寂しいこと言わないでください。春野さんは優しいね。じゃあその優しさにお礼をしようかな。今度コツを教えてあげるよ、シュークリームの。先生の匂いってカカオ？愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いているかな。
夏休みを利用した沖縄での合宿に参加しています。暑い、我慢我慢。何しろこれが終わったら念願の海。研修の後は沖縄の海を満喫。これが目的で参加する人もいるとか。ねえさゆり、知ってる？ん？この合宿、毎年講師に告白する生徒が続出らしいよ。え、でも講師との恋愛禁止でしょ？私なんて勘違いで何度も怒られてるんだから。誰に？え、教頭先生だけど。その教頭は？そっか。教頭は不参加だから、そういう掟破りな生徒が出てくるってわけよ。ひょっとしたら先生からの告白もあるかもよ。最近さゆりは先生たちと仲いいからね。やめてよ。バカバカし。先生方がさゆりさんのようなレベルの方を相手にするわけないですわ。はいはい、レベルの高いお嬢様、せっかく海に来てるんだし、スイーツに入れる食材でも探してきたら。あの高尚な味を理解できないなんてレベルの低い証拠ですわ。そうよそうよ、あんたたちがあのミルフィーユこっそり捨ててたの見てたんだから。あなた方、すみません、悪気はなかったんです。本当に君たちはいつも賑やかだね。どこにいてもすぐに見つけられるよ。美月様、水着姿もセクシーですわ。三宮さん、様は勘弁してくれないかな。楽しそうだね、僕たちも仲間に入れてよ。勝手に巻き込むな。ジル先生、スイカ割りはどうだった？とっても楽しかったよ。スイカ割りは心の目で物を捉える修行。今日僕は侍になったよ。お前絶対見えてたろ。そんなわけないよ。そうだ、せっかくだからみんなでビーチバレーとかやりません？はい、やるやる。ビーチバレーか、俺も混ぜてもらっていいか。え、別にいいけど。俺が入るとみんな脇役になるけどな。それはどうかな。男の真剣勝負決闘だね。侍になった僕は負けないよ。暑い中体を動かすのは好きではないが、挑まれた勝負を受けないのはもっと好かんのでな。審判でもやろうか。絶対に勝つからね、任せて。足を引っ張るなよ。誰に言ってんだよ。じゃあ始めるよ。そう、うわさあ、誰が一番か決めようか。美月様、エクセレント。なかなかやるじゃねえか。ならこっちも手加減抜きで行くぜ。言うだけのことはあるじゃないか。おい、帰ってこい。ただの遊びですよ。何このハイレベルな試合。すげえ、みんなガチだ。そりゃこうなりますよ。日焼け止めも塗らずにあの暑い中で何時間もビーチバレーしてたんですから、熱中症にならなかったのが不思議なくらいですよ。うるせえ、日焼け止めなんてそんな軟弱なもん塗れるか。あんなにムキになるなんて、みんな案外子供っぽくて可愛いかも。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いているかな。
持ちいい風よ。あ、日焼けはもう平気？あ、一晩寝たら十分だ。俺はあいつらと鍛え方が違うからな。そっか、光月くんってすごいね。何？あのさ、その光月くんって呼び方あまり呼ばれ慣れないんで落ち着かねえっつうか。でも光月くんでしょ？だから俺のことは亮って呼んでも。すみません。あの私たちですか？はい。なんだよおめえは。これからって時にお願いしたいことがあるんです。話だけでも聞いてください。カップルコンテスト？はい、地元の青年団が企画したんですが、びっくりするくらい参加者が集まらなくて。そりゃそうだろ、誰が出るんだんな企画。そんなこと言わないでください。それでは次はおっと、専門学校生のカップルだ。どう、ごめん、待て、勝手にエントリーしやがって。どちらから？東京。おお、わざわざこのコンテストのために東京から。違います。早速だけど、春野さんは彼のことなんて呼んでんの？え、光月くんですけど。亮って呼ばれてます。え、じゃあ光月くんは？さゆりです。では、そんなお二人にゲームに挑戦していただきます。ゲーム？題して、箱のお題は何だろうな。私が箱の中から1枚くじを引きます。お二人にはそこに書いてあることをやっていただき、ラブラブ度をアピールしてもらいます。ラブラブ度って？では早速、今回のお題はお姫様抱っこだ。制限時間は10秒です。9 8 7 6 5 4。お姫様抱っこって、そんな。3 2 1。ずるいぞ、一人だけ気絶しやがって。俺だってめちゃくちゃ恥ずかしいんだ。おい、目開けろって。落ち着いたか？うん、でもびっくりしたね、急にカップルコンテストなんて。ああ、しかも優勝だってさ。だって4組しか出てなかったんだもん。だな。なあ、ん？もしよかったらさ、本当に俺と。おー、暑いね。見せつきやがって。おい姉ちゃん、そんなガキほっといて俺たちと遊ぼうぜ。どいつもこいつも肝心な時に邪魔しやがって。行こう、小月くん。ち、おい、お前ら無視すんじゃねえよ。え、おめえら飲みすぎなんじゃねえ。足元ふらついてるぜ。下がってろ。このガキが投げやがって。なんだそのパンチは。殺すぎて蚊が止まってるぜ。うるせえこの。どうした、もう終わりか？こいつ超コマかと。誰か落ちろ。よく後ろ。やっと捕まえたぜ。こっからは俺たちのターンだ。誰かいるのか？おい、そこで何してる？やべ、よく。人が倒れてるぞ。ちょっと、かっこ悪いとこ見せちまったな。愛しくて、愛しくて、言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだって、いつだって、本物だけをまた作るよ。申し訳ありません。我々がついていながら
このようなことになってしまって。起きてしまったことは仕方がありません。それで彼の容体は？特に脳波に異常はなく、意識もはっきりしています。そう。しかし右腕の怪我がとてもひどくて、もしかすると。とにかく彼の治療が最優先です。わかりました。それと春野さんの精神的なケアをお願いね。はい。参ったわね。今年はあれが開催される年だっていうのに。悪い、俺のせいで合宿ぶち壊しちまって。亮君のせいじゃない。その怪我だって私を守るために。大体の事情は春野に聞いた。今は治療に専念することだ。さあさあ、気にすることなんてないよ。にしてもその連中は頭くるわよね。もし私がいたら返り討ちにしてやったのに。なあ。そうか、何かあった時は望月を呼べばいいんだな。僕侍になったばっかりだからよろしく。嘘です、嘘嘘、私もかよわき乙女ですってば。冗談に決まってるだろ。じゃあ俺たちは引き上げる。あとは頼んだぞ春野。そうそう、入院中くらいちょっとそばにいてあげなさいよ。なんたって二人は浜辺のベストカップルなんだから。望月、腕が治ったら絶対泣かせ。学校が始まるまでには治して。前みたく一緒に菓子作りできるようになるといいな。私毎日お見舞いに来るから。いいって、そんなに気使わなくたって。そういうのじゃないの、私がここに来たいから来るの。ダメ。頼む。うん、じゃあ今日は帰るね。明日は教頭先生に報告に行かなきゃいけないから夕方くらいに来るね。ああ、失礼しました。はあ、やっぱり緊張するわ。でもなんか今日の先生優しかったような気が。思ってたより早く終わったし。あ、そうだ、こちらお品物になります。奮発しちゃった。あの、ちょっとよろしいでしょうか。はい。この地図の見方がわからないんですが、ホテル大久保タワーにはどうしたら行けるのかしら。ちょっとお借りします。お願いします。これって日本地図じゃないですか。昔から言うじゃないですか、大は小を兼ねるって。きっとホテルはここまで大きく場合によるかと。へえ、フランスに住んでるんですか。ええ、日本へ来るのは何年ぶりかしら。すっかり様子が変わってしまって。それよりあなた大丈夫？何か用事があったんじゃ。いえ、まだ時間に余裕ありますし、この近くですから。あ、おばあちゃん、心配したよって。あれ、なんでさゆりちゃんが。あら、あなたたち知り合いだったの。はい。ちょうどいいわ、この人がキル先生のおばあちゃん。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いているかな。
のジル先生と。お嬢様、間もなく到着いたします。わかりました。開いてるぜ。ったく本当に来やがって。これじゃあおちおち昼寝もできやしね。なんだお前か。はあ、ご挨拶ね。わざわざクラスメートがお見舞いに来てあげたっていうのに。チュ、誰も頼んでねえだろ。そうよね、頼んでるのはさよりさんだけですもんね。うるせえ。でも今日は彼女忙しくて来れないみたいよ。あ、え、教頭先生と知り合いなんですか？ええ、なでしこがフランスへ留学に来ていた時に知り合ったの。僕がフルリルに来たのもそのつながりなんだ。へえ。昔私が講師をしていた学校に日本の姉妹校からの特待生としてやってきたのがなでしこなの。そうなんですか。きっと教頭先生フランスでもすごかったんですよね。いいえ、最初はバカにされていましたよ。え、日本の技術はこんなにもレベルが低いのかって。彼女の耳にも入っていたと思うわ。でも彼女は弱音は吐きませんでしたよ。毎日朝から晩までお菓子を作り続けて。そんな彼女の熱意に打たれて、クラスメートや講師たちも一人また一人と彼女に接するようになっていったの。そうなんだ。ごめんなさいね、年寄りの昔話は長くて。いえそんな。もうかれこれ40年前の話よ。40年。 あなたはまた不純異性交友ですか？教頭先生っていくつなんだろう。最近でバカ少ないわよ。おばあちゃん、そろそろ。あら、やだ私ったら。ごめんなさいね、さゆりさん。いえ。もう夕食の時間でしたね。ジルベール、メニューをもらってきてちょうだい。いや、そうじゃなくて。お店を変えるの？花房と。ええ、ここに来る途中で見かけましたわ。見間違いなんじゃねえの？あいつ地味だし。地味？ジル先生が？花房じゃねえよ、さゆりの方だよ。信じたくない気持ちはわかりますわ。だから、なんじゃねえって何度も。なら、一つゲームでもしてみましょう。ゲーム？ルールは簡単。面会時間内にさよりさんがここに現れるかどうか。なんで俺がんなこと。自信がないならそちらの携帯で呼び出してみたらいかが。わかったよ、そのゲーム乗ってやろうじゃねえか。お客様のおかけになった番号は電波の届かない。まだですか？こう道が混んでちゃねえ。すみません、降ります。帰りますわ。まだ時間じゃねえぜ。ゲームは私の勝ちです。5分なんてないも同然。私が言うのも変ですが、さゆりさん何か都合が悪くなったのかもね。来たくなくなったから来ない、それだけのことだろ。このようにお菓子はその時代時代の背景に合わせて変化してきました。皆さんも常に創意工夫し、
お客様の喜ぶものを作り出していってください。それでは今日はここまでにします。レポートは来週提出してください。どうだ久々の学校は。足りーだけだ。入院してる時とかあんね。早く実習の授業がしてよ。ねえねえ、光月くんの怪我ってクラスの女子をかばったからって噂本当？ちげえよ、こけただけだ。またまた。あ、俺もその話詳しく聞きたい。おめえらうるせえよ。え、本当だったらかっこいいじゃん。私好きになっちゃうかも。え、ハイキングですか？うん、お菓子作りのイメージを膨らますために写真でも撮りに行こうかと思ってせっかくだからみんなで行かない？お弁当でも持ってさ。お弁当？そう。すみません、私は行こう。さより、え、おいしいお弁当うーんと作ってね。うわー、変な看板がいっぱいある。山を甘く見るの。また今度レクラーにショコラを買いに行かせていただきます。美月様。様はいい加減やめてほしいな。わかりました、美月様。なんであんたがいるのよ。誰も呼んでないでしょ。呼んでない。それは私が三宮椿だからですわ。そうよね、聞いた私がバカだった。いけないよ。大丈夫かリオ。なんなら荷物持ってやるぞ。このくらいどってことねえよ。疲れたら行ってね。無理せず行きましょう。なんだよおめえら、そんなに気遣わなくていいって。到着。ここで一度自由行動にしましょう。お昼にはまた集まってください。はーい。いいか、決して山を甘く見るなよ。いい景色。ほんと、いい景色ね。え、ありがとう、ラン。お礼はあれがうまくいってから、でしょ？うん。あーい！みんなで写真コンテストしようよ。どうやらこいつ、新しいカメラを自慢したくてしょうがないらしい。よかったら付き合ってやってくれ。はい。あー、これ、私好き。望月、なかなかいいセンスしてるな。俺の撮った写真だ。ね、僕のはどう？ジル先生のは本気なのかネタなのか判断が難しくて。いつ撮った？これ気になるマロ。皆さん、お待たせしました。しまった、一番めんどくさいのが残ってた。そのようなヘラズ口、私の作品をご覧になってもまだ叩けるかしら？何これ、意味わかんない。あなたには芸術を理解する心がないみたいですわね。いや、そうじゃなくて。ん？何かしらそれ。芸術なんだってさ。違うの、椿さんの足元のあたり。うわ、よく撮れてるね。僕こんなの初めて見た。お、これはなかなか。やはり見る目のある方たちは違います。ちょっと怖いかも。怖い？いやですわ、美月様。美しすぎて怖いだなんて。そうじゃなくて、足元のあたり。もう、どこを見てらっしゃるの？もっと下。あ、いやー！愛しくて、愛しくて、言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだって、いつだって届いているかな。それでは皆さん、そろそろお昼にしましょう。場所は自由ですが、あまり遠くは行かないでくださいね。はい。
頑張れ、さゆり。うん、りょうくん一緒に食べよう。私サンドイッチ作ってきたんだ。悪い、まだ腹減ってねえんだ。もうちょっとその辺ぶらつくわ。あっちゃ、タイミング悪っ。どう、楽しんでる？はい、それなりに。じゃあ、僕たちと食事したらもっと楽しくなれるかな。先生のお弁当。私たち予定あるんで今回は。うん、分かってるよ。だから元気が出るようにおまじないをね。お、来たか。おい、こっちこっち、早く。もうお腹が空いて僕もう倒れた。いい場所見つけましたね。お弁当食べるのにぴったり。花草先生が見つけたんだ。たまには役に立つだろう。いひん、ジル先生褒められてませんから。それじゃあ早速コーチになります。先方スズミ、参る。何この神々しいまでのお弁当。おかずの一品一品が光り輝いて、まるで宝石のよう。全ての食材に仕事を施してあるからな。なんかごちゃごちゃして食べにくそう。ジルベール行きます。カラフルでおしゃれなお弁当。スズミ先生のが宝石箱ならジル先生のはパレットだわ。こういうところなら食べやすさが一番でしょ。美味しそうだけどちょっとお手軽すぎかな。うん、さあ君も一緒に。先生がアジア料理なんて、うん、エキゾチック。こんなに食べる前からテンション上がる料理なんて他に思いつかないかも。ハイキングなんだからみんなで盛り上がらないとね。盛り上がればいいってもんじゃないでしょ。え、外で食べるんだから手軽さが大事。俺はパクチーは苦手だ。でもこんなに喜んでくれてるじゃないか。重要なのは味だ。味なら僕のが一番に決まってるよ。それはどうかな。あの盛り上がってるところ申し訳ないんですけど、私たち用事が。ごちそうさまでした。あれ、全然食べてないじゃん。すみません。ごめんね、僕たちだけ盛り上がっちゃって。いえ、皆さんのおかげで元気出ました。なら頑張れるね、仲直り。ん、本当は3人でちゃんと応援するつもりだったんだけど。すまんな、いつものノリになってしまって。そうだったんですね。でもここのお弁当見てたら逆に自信なくなっちゃいますよ。そんなことないさ。見た目や味も大事だけど、一番大切なのは食べてもらう人への真心なんだから。お弁当作りもお菓子作りもね。はい、私行ってきます。頑張れさゆり。りょうくん、何か用か。もしよかったらこれ食べて。ごめんなさい、こんな時に私。さゆりらしいや。りょうくん、ほら、なら俺のと交換だ。ありがとうございました。りょうくん、お疲れ様。
悪いな、付き合わせちまって。ううん、いいの、好きでやってるんだから。それでどうだった？完璧に治ったってさ。本当？もう何しても問題ないってよ。さゆりの方こそ大丈夫か？なんか顔赤いぞ。うん、全然平気。それより帰ってお祝いの準備しなく。バカ！お祝いってお前こんなとこで。さゆり？おい、どうしたんだよさゆり。あ、気がついた。大丈夫？苦しくない？あれ、私リョウ君に付き合ってリハビリに来てて、そのまま倒れちゃったのよ。覚えてる？そっか。びっくりしたよ、リョウ君から電話来た時は。ごめん。でも大したことなくてよかった。一晩様子見て何もなければ退院できるって。リョウ君は？私が来た時はもういなかったけど。そう。なんか冷たくない？先に一人で帰っちゃうなんて。ちょっと見損なったかも。待ってろよさゆり。やっと俺の出番だ。どうだ、燃えたろ？はい。あ、先生。具合はどう、春野さん？はい、すみません、ご心配おかけして。来るのが遅れちゃってごめんね。ちょっと準備に手間取っちゃって。準備？お嬢様、特製ハニーミルクでございます。僕の実家では風邪ひいた時の定番だったんだ。隠し味に僕の店のホワイトチョコを入れてあるよ。わあ、蜂蜜とチョコの香りがとっても優しい。最高にエレガント。まろやかさが体を包んで私溶けちゃいそう。よかった。お、はい。失礼する。鈴見先生まで。なんだ、お前たちも来てたのか。うん、持ってきたハニーミルクを飲んでもらってたんだ。そうか、実は俺も風邪に効く差し入れを持ってきた。え？時間がなくて買ってきたものだが。ありがとうございます。それとネギだ、首に巻くといい。あ、吉野助、ネギはマフラーじゃないよ。ふん、愚か者が。日本では古来から風邪をひいたらネギを首に巻くと決まっているのだ。おお、日本人すごいね。というわけで、さあ巻け。どうしよっかな。ん？あ、りょうくん。ずいぶん騒がしい病室だな。どこ行ってたの？病気のさゆりちゃんを一人にして。ほら。あ、レールコレクションナンバー7、オレンジタルトマライ。もしかしてこれを作るために。あ、ありがとう。悪かったな、何も言わずにいなくなっちまって。ううん、ずるいよ亮、一人だけいい格好して。別に俺はそんなつもりは。だが、みんなこんなに心配してくれるなんて、なんだ私って幸せすぎかも。困らせちゃいけない。Bye.
うん、いい感じ。マロ、今までで一番の出来かも。ガンに試食してもらおうっと。身長190センチ以上で切れ長の目の人としかお話できないマロ。ああ、絶対に振り向かせるマロ。もう帰っちゃったのかな。レポート終わるまで学校にいるって言ってたのに。お疲れ様です、鈴見先生。あの、ランを見かけませんでした？望月、知らないな。そうですか。そんなことより、よかったら俺と夜明けの芋羊羹を食べないマロか。マロか、マロか。あれ、何か変なものを見たような。で、そんなわけないか。どうだマロ。すみません、せっかくですけど。見た目は好みだけど、今は芋羊羹の気分じゃないマロ。そうマロか。やっぱり離乳食にはおしゃれなフレンチが一番マロ。フレンチトーストしか食べたことないマロ。え、私何してたんだっけ。やっぱり疲れてるんだわ。なんか肩も重い気がするし。ボンジョー、マドモアズ。ジル先生、君が可愛すぎてつい声をかけちゃった。もしよかったら僕とランチでも一緒に。どうマロ、マロ、マロ。どうかなマロ。泣きぼくろのある人って涙もろいってママが言ってたマロ。いけないマロか。なんだか眠くなっちゃったマロ。こんな時は頼れる王子様にそばにいてほしいマロ。あとちょっとワイルドでやんちゃな感じがすると最高マロ。千の使いがいるのか、万の使いが欲しいのか。もう意味がわかんないマロ。ダメだ、今日はもう帰ろう。ランには寮で食べてもらえばいいや。おい、まさか寮君と美月先生まで。二人とも私に何か。もっと話がしたくって。それで声をかけちまった。すみません、今日は調子悪いんでもう帰ろうかと。ついて行っていい？ずっとそばにいたいんだ。ゆっくり休めるように俺が見守ってやる。いや、急にそんなこと言われても。僕と一緒なら素敵な夢が見られるよ。俺と一緒に派手な夢を見ようぜ。何この幸せすぎる展開は。夢なら覚めないで。さあ、一緒に夢の世界へ行くマロ。ちょっと子供っぽすぎねえか。
そっか。ねえ妹さんっていつもどんなのつけてるの？知らねえ、最近全然会ってねえし。もうお兄さんがそんなんじゃ選べないよ。もっと真面目に考えてよ。悪い、わざわざイブに付き合ってもらってんだもんな。そうそう。どうしたの？そのあれだ、何か予定あったんじゃねえのか？誰かに誘われてたとか。うん、ランがね、寮でパーティーしようって。それだけか？うん、だから寮くんの買い物付き合ってるんじゃない。そりゃそうだ。変なの。気に入ってくれるといいな。結局私の好きなのになっちゃったけど。大丈夫だ、喜ぶに決まってる。なんでわかるの？そりゃあれだ、趣味も雰囲気もなんとなく似てる気がするし。あ、それで？そうだよ、だから来てもらったんだろう。ううん、そうじゃなくて、初めて会った時。へえ。ん？な、何？似てるの。あ、誰に？え、俺そんなこと言ったっけ？ひどい、ちょっと気になってたんだから。あ、悪い。で、誰に似てるの？本当に妹さん？教えねえ。え、ずるい。それより、飯行こうぜ飯。近くにうまい炒めしやがるんだ。付き合ってくれた礼におごるぜ。じゃあ、そこで続きね。本日は予約のお客様のみとさせていただいております。大変申し訳ありません。チッ、どこもかしこもイブだもんね。この雪じゃ諦めて帰るしかねえか。うん、そうだね。悪かったな、あちこち連れ回しちまって。でも妹さんへのプレゼントは買えたんだし、それにちゃんとご飯もごちそうになったよ。ピザマンだから俺も一応イタリアンだよね。それともやっぱり中華かな、なんちゃって。あ、くじ。ちょっと体が冷えちゃったみたい、ごめんね。これから俺柄でもねえことするけど、絶対に笑うんじゃねえぞ。わ、何？メリークリスマス。りょうくん、これって、ま、そういうことだ。そういうことね。でもありがとう。なあさゆり。ん？もしよかったら俺と。俺と。俺が2週間かけて考えたクリスマスイブ大作戦をぶち壊しやがったやつは。問われて名乗るもおこがましいが、僕たちフルリールの三重士だ。僕、そうだったのか。てめえら何の恨みがあって。ずるいよ、抜け駆けなんて。あるのは可愛い生徒だからな。俺だって可愛い生徒だろうが。もしかしてずっと見られてた。困らせちゃいけない、にしてもなんで俺たちがここにいるのが分かったんだよ。フルリール講師陣の情報収集能力を
甘く見たな。ごめんね、さゆり。落ち着け、てめえ。財閥の力をもってすれば。おめえもか。ランや三宮さんたちはともかく先生方まで。でもいいんですか、今日はイブなんですよ。僕は店の書き入れ時だから。いい名付けはいるんだ、会ったこともないが。おかしいな、なんで誰も。どうせ誘ってもダメって思ってるだけですから。じゃあ女子寮のパーティーに行きません？みんな大喜びですよ。わーい、僕行く。いや待て、それは危険だ。危険？これが先生、はい、あーずるー、何て言うんでしょ。こうなる。そうだね、うん、やめよう。教頭先生ってすごい。でもずっとここにいるわけにもいかないね。せめてどこかのお店に。無駄だ。あ、今日はどこの店にも入れねえよ。イブですから。せっかくのホワイトクリスマスなのにね。私は美月様と一緒にいられるだけで幸せですわ。三宮さん強いね。それ何度も同じ手を食らうか。残念。もう一人寒さを感じない奴がいたな。みんなで雪合戦でもしようよ。せっかくこんなに積もったんだし。ああ、さっきの借り倍にして返してやる。じゃあまずチーム分けから。え、僕も。いつものことだろう。超寒いマロ。よし、準備 OK。 みんな絶対勝とうね。同じチームじゃ仕返しできねえじゃねえか。みんな怪我しないようにほどほどにね。美月様と同じチーム。ラウンド1、ファイト。はい、ちょっとあなたたち、少しは手加減しなさいよ。申し訳ありません、椿様。私たちも決して好きでやっているわけでは。気のせいかしら。すっごく楽しそうに見えるんだけど。大丈夫、三宮さん。美月様。僕が合図をしたら向こうのベンチまで走るよ。いいね。ダメです、もう動けません。美月様だけ逃げてください。そんなことできるわけ。いいんです、こうしてあなたの腕の中で死ねるのなら私は幸せです。三宮さん。美月さん。三宮アウト。ラウンド2、ファイト。日本に来て9ヶ月か、とうとうこの日が来ちゃったね、吉之助。そうだな、お前との腐れ縁も今日で終わりにしよう。さようなら、モナミ。さらばだ、我が友。アナフサ、スズミ、アウト。ラウンド3、ファイト。その程度で当たるかよ。さすがだな、コウズキ君。いつかのビーチバレーに決着をつけようじゃないか。おお、返り討ちにしてやるぜ。結局こうなるのよね、いつも。なんか前にも同じことがあったような気が。ってことは今回のオチも。でし。だれ、体が痛い。またしても深く。ああ、綺麗なお花畑。やっぱり。もう皆さん、限度ってものを知らないんですか。ごめんね。変なイブだったけど楽しかった。困らせちゃいけない、誰にも言えない日々。ああどうにかなりそうさ。このままじゃいけない、頑張ってみるよこの距離を。ああいつかおいでよ。さあ君といつまでも。今日はランと二人、神社に初詣にやってきました。うわー、すごい人。
三が日過ぎても結構人がいるのね。テレビで見たことあるけど、元旦はもっと人すごいもんね。神様も大変よね。こんなに願い事聞くんじゃ。今年も一年平和でありますように。今のお菓子作りの腕が上達しますように、ダイエットが成功しますように、素敵な彼氏と出会えますように。あとラン、ちょっと頼みすぎじゃない？え、そう？お賽銭奮発したし、いいんじゃない？そうかな。じゃあさゆりは何お願いしたの？私のお願いは、願い事叶うといいね。うん、よし、初詣大わり。どうするラン、お昼でも食べに行く？いいね、行こう行こう。もうお腹ペコペコ。でもその前に焼きそば、リンゴ。あ、ちょっと、さっきの願い事は。それはお正月終わってからにするもんね。もうってラン、前。あっと、すみません。あ、君たちも来てたんだね。美月先生、それにお兄さんたち。さゆりちゃんだっけ？あ、はい。彼女は？友達です。じゃあお前の生徒か。うん、うん、この匂いは。椿さん、どうかしました？向こうからカカオの匂いがしますわ。え、カカオ？そんなことがあったんだ。びっくりしたよ。あの時のことはよく覚えているぞ。そうだ、今新作のチョコを作ってるんだ。よかったら試食においでよ。今度はランちゃんも一緒にね。いいんですか？もちろん。やったー、絶対行こうね、さゆり。うん、美月様ー。三宮さん、励ましておめでとうございます。おめでとう。新年早々お再生お前の知り合いは変わったのが多いな。お兄様たちもいらっしゃったんですね。みんなでお願い事しに行きませんか？俺らはもう行ってきた。本当、お正月くらいまともにできないのかしら。美月、僕たちはそろそろ帰るよ。え、でも明日の仕込みもしなきゃいけないし。いいか、生徒の相手をするのも講師としての務めだぞ。うん、じゃあ僕たちは店に戻るから。やれやれ、今年も大変そうだ。ですね。ところで、二人は何をお願いしてきたの？私はダイエットと、お菓子作りと、恋愛と、それからそれから。いっぱいしたね。先生はどんなお願いをしたんですか？僕？はい。僕はね、君たち生徒が無事卒業できますようにって、お願いしてきたよ。ありがとうございます、先生。本当1年ってあっという間ですね。この前入学したばかりな気がします。そうだね。さゆりちゃん、ごめんなさい。行こう、さゆり。うん、先生すみません、私たちこれで失礼します。ああ。卒業か、もうみんなと会えなくなっちゃうのかな。困らせちゃいけない、誰にも言えない日々、ああどうにかなりそうさ。このままじゃいけない、頑張ってみるよこの距離を、ああいつかおいでよ。卒業か。
はい、もしもし。あ、ねえさゆり、今日暇？どうして？冬休みも終わっちゃうし、今のうちにスイーツ食べ歩きでもしとこうと思って。どうしたの？用事ある？冬休みのレポートがまだ終わってなくて。へー、珍しい。じゃあさ、これから一緒にやらない？別にいいけど。ラッキーだったね、資料室今日から使えるって。うん、それでランはあとどれくらい残ってるの？なぜかまだ真っ白。やっぱり下手くそ。思ったより難しいね。なんで男二人で羽根つき？もうお腹いっぱいマロ。いや、こいつにせがまれてな。なんか正月らしいことをさせろって。で、吉之助が持ってきてくれたんだ。そうだったんですね。でなきゃ何が悲しくて正月からこいつと二人で。ねえ、一緒にどう？みんなでやった方が楽しいよ、きっと。すみません、私たちちょっと用事が。まあラン、やろ。ちょっとだけでいいから。やりましょう、羽根つき。そうこなくっちゃ。ちゃんと罰ゲームもあるよ。罰ゲーム？じゃーん、炭？本格的ですね。やるからには徹底的にやらんとな。それじゃ早速始めますか。おお。手加減してくださいよ。わかってるって。はい、できた。しまった。なかなかやるじゃないか、春野。できました。なんだ、全然変わってないじゃん。鈴見先生、目をつむってみてください。こうか。よしのけ、なにそれ。そんなにおかしいか。おめえら何のつもりだ。俺が何をしたって。なんだおめえらそのか。罰ゲーム。みんなの楽しそうな声が聞こえるから来てみたら。羽根つきか。うん、俺は全然楽しくねえけどな。よかったら二人もやっていきません？結構いい運動になりますよ。いいよ、光月くんは。ま、別に構わねえけど。今の暫定チャンピオンはさゆりちゃんなんだよ。え、本当に？なんだったらお前ら2対1でやってみたらどうだ。え、そんな。やっちゃいなよさゆり。本当にいいのさゆりちゃん？誰かに入ってもらった方がいいんじゃねえか。大丈夫です。じゃあ行きます。よく似合ってるよ。おめえら笑いすぎだ。これで気が済んだろ。そろそろ俺は引き上げるぞ。まだいいじゃん。また明日やればいいだろ。そうね、私たちもレポートやらなきゃ。そっか。じゃあさ、来年もまた集まるって約束してよ。フルリール杯争奪羽根つき大会ってとこか。初代チャンピオンはさゆりちゃんだね。来年は絶対住み抜ってやるからな、覚悟しとけよ。僕特訓しとこうっと。来年は負けないからね、さゆり。そうだよね、卒業したからって会えなくなるわけじゃないんだよね。困らせちゃいけない、誰にも言えない日々。ああどうにかなりそうさ、このままじゃいけない、頑張ってみるよこの距離を。ああいつかおいでよ。さあ それでは、今日の授業はここまでにします。先生。はい。
ショコラのテンパリングについて質問があるんですけど。やっぱ聖火学校だもん、みんな手作りよね。え、またとぼけちゃって。明日は乙女が日頃秘めてる思いを相手に伝えるバレンタインじゃない。やっぱりリョウ君に渡すんでしょ、それとも誰か他の人。ちょっとラン、そしてそのまま愛の告白を。もう何言ってるのよ。それよりランの方こそ誰にあげるの。おかしいな、お賽銭奮発したのに。願い事多かったもんね、うん、バレンタインか。よいしょっと。よし、頑張ろう。お、さゆり、何作ってんの。コウズキ君、何してるの。お前たちこそ何やってんだ。廊下では歩くだろ普通。ねえ、何見てたの。あ、春野、何してるんだろう。自主練だろ、あいつ真面目だから。ショコラを作ってるみたいだね。バレンタインか。バレンタイン。邪魔をするな、コウズキ。でも、誰にあげるつもりなんだろう。え、俺に。手作りだから口に合わないかもしれないけど、よかったら。サンキュー、後でゆっくり食わせてもらうぜ。あ、ジル先生って。おい。はい、ジル先生にも。うわー、メルシー、よく味わって食べるね。ありがとうございます。なんだ、俺だけじゃねえのか。あ、俺に。あ、はい、よかったら食べてください。すまんな、ホワイトデーにはお返しをしよう。そんな、気を使わないでください。おはよう。お、ミツキ。ミツキ先生も、よかったらこれ受け取ってください。ショコラティエの先生に渡すのは恥ずかしいんですけど。そんなことないよ、ありがとう、さゆりちゃん。なんだ三宮、その荷物は。これは愛の結晶です、名付けて。あんたってほんと。三宮さん、気持ちは嬉しいんだけど。まあ嬉しいだなんて、椿幸せ。あ、いや。では早速、美月様のご自宅へ。あ、ちょっと待って三宮さん。なんですのこれは。バレンタインのショコラ、たくさん作っちゃったから。さすがにいい子すぎじゃない、その連中にまであげるのは。だってこんなもので一人抜け駆けしようとしたのは許しませんから。でもまあ、一応もらっておいてあげるわ。やっぱ返してもらえないよ、どうせ味なんてわかんないんだし。なんですって。何を。朝から何を騒いでいるんです。お、教頭先生。もうすぐ授業が始まりますよ、早く教室へ行きなさい。はい。葵先生、ちょっと私の部屋まで来てください。はい、申し訳ありません、我々も一緒になってはしゃいでしまって。今後はこのようなことがないように。これを読んでちょうだい。え、これは。そうです、招待状です、あれからの。直ちにメンバーの選考に取り掛かってください、講師生徒は問いません。わかりました。困らせちゃいけない、皆さんに集まってもらったのは他でもありません。
どうしたんです？そんなにかしこまって。あなた方に本校を代表してあるコンクールに出場してもらおうと思っています。あ、コンクール？フルリールを代表して？ええ、そのコンクールとはギャラクシードリームコンフェクションズ。何その変な名前。ギャラクシードリームコンフェクションズか。知ってるの？俺も名前を聞いたことがあるだけで詳しく知っているわけではないが、いつどこで開催されるのか、誰の主催なのか、全てが謎のコンクールであると。なんだそりゃ。噂ではとある国の王族が関わっているとも言われているけどね。ますますうさんくせえな。そして前回の優勝はここフルリール。はあ、古い話です。なるほど、前回の優勝チームが負けるわけにはいかないか。結果を求めるわけではありませんが、ここでの優勝はそれなりに価値のあるものと思ってください。皆さん、急な話だけどお願いね。私自信ありません。誰か他の人を。本当にそれでいいの、さゆりちゃん？俺はやるぜ、さゆり。りょうくん。チャンスじゃねえか。どんなコンクールか知らねえけど、自分の腕を試すにはよ。絶対優勝してやる。頼もしいな。みんなで頑張ろうね。おう、任せとけ。春野さん。はい。あなたはどうしますか？頑張ってみます。皆さんに迷惑をかけないように。さすがフルリール。飛行機をチャーターしちゃうなんて太っ腹。なぜ私じゃないんですか？仕方ねえだろ、教頭の指名なんだから。あなたは黙ってて、先生方に聞いているんです。私のどこがさよりさんより劣っているんですか？どこって、センスかな。もう少し言葉を選べ。ごめん。三宮さん、僕は二人に差があるなんて思ってないけど、でもひょっとしたら君自身が何かに気づいているのかもね。そんなことありません。そんなこと。あ、見えてきた。きっとあの島だよ。いいか、ここで今回の流れを説明しておく。我々のチームは前回優勝ということで予選が免除され、決勝トーナメントからの出場となる。トーナメントは1回戦から4回戦までは個人での戦いとなり、最後の決勝のみ団体戦だ。各試合とも主催者が出したテーマに沿った歌詞を作ることになる。面白いじゃねえか。最初は俺が行かせてもらうぜ。エマするなよ、負けたらそこで終わりだからな。誰に言ってんだよ。お待たせ、エントリー済ませてきたよ。おう。どうした、美月、浮かない顔をして。受付会場でちょっと気になる名前を見かけてね。気になる名前？加州学園。加州学園って、あの、うん、ここ最近出場するコンクールで全て優勝してる。へー。でもあまりいい噂は聞かないね。光栄です。フルリールの方々に知っていただけてるなんて。写真で見るよりかっこいい。俺たちに用か。我々も無事予選を通過することができたのでね、ここで前回の優勝チームにご挨拶をと思って。わざわざご苦労なこと。何この人たち、とっても嫌な予感がする。困らせちゃいけない、誰にも言えない日々。ああ、どうにかなりそうさ。このままじゃいけない、頑張ってみるよ、この距離を。ああ、いつかおいでよ。ここで前回の優勝チームにご挨拶をと思って。
わざわざご苦労なこった。何、当然の礼儀ですよ。僕は武田マクシミリアン、マックスとでも呼んでください。呼ばねえよ。私は島津美沙恵、以後お見知りおきよ。浅井梨沙です、よろしくね。で、ワイは橋場消えたや。後ろのアホみたいにでかいのは山田兼次。お互い順当に勝ち進めば決勝で再会することになるでしょう。勝ち進めばですがね。言ってくれるじゃねえか。てめえらこそ一回戦敗退なんてことになるんじゃねえぞ。決勝で俺たちが叩き潰してやる。わかりました、肝に銘じておきましょう。じゃね。派手に決めるぜ。私たちのチームはその後も先生方のおかげで危なげなく勝ち進むことができました。その時の活躍ぶりはまた機会があればいつか。2週間にわたる熱き戦いも残すところ明日の決勝のみ。そこに駒を進めし猛者は前回の覇者フルリール聖火学校、対するは新進気鋭歌集学園。そして決勝のお題はこれであるよ。未来へ伝えるべきもの。要するに得意なお菓子を作れってことね。なら楽勝だね。よし、さっさと作るもの決めちまおうぜ。そうだね。みんな、ここはさゆりちゃんに決めてもらっていいかな。え？なんで？みんなで考えた方がいいんじゃないの？僕のわがままってことは分かってます。それでもさゆりちゃんに決めさせたいんです。こんなところにいたんだね。美月先生、どうして私に決めさせるなんて言ったんですか？私なんかが役に立つはずないじゃないですか。ねえ、さゆりちゃんは自分のこと好き？え？前に話したよね、僕は家じゃ劣等生だって。はい。あの頃の僕は自分がそんなに好きじゃなかったんだと思う。でもフルリールに来てたくさんの人とお菓子を通じて知り合うことができて、やっぱり僕の選んだ道は間違ってなかったって思ったら、今はちょっとだけ変われた気がするんだ。自分に自信を持てなんて軽く言えることじゃないけど、夢に向かって一生懸命頑張ってる自分は好きになってあげてもいいんじゃないかな。自分を？そう、君の頑張ってる姿は魅力的だよ。そしてあの星の光みたいに何十年も何百年も先の人たちに僕たちがしてきたことを伝えられたら最高に幸せだと思うよ。星の光、何百年も先。先生、私分かった気がします。何を作ればいいか。本気か、さゆり。んなもんどうやって。細かいところはこれからだけど、私挑戦してみたいの。面白い、その話乗った。バックマン。ちっ、しゃあねえな。これで勝てるかわからないけど、それでも私。困らせちゃいけない、誰にも言えない日々。ああどうにかなりそうさ、このままじゃいけない、頑張ってみるよこの距離を。ああいつかマロ食べられるマロか？あるはずマロ、多分できた。ごめんサユリ、私寝ちゃった。いいよ、私の方こそ起こしちゃってごめん。で、どうにかなりそう？わからない。でも、私が1年間学んできたことは出し切れたと思う。そっか。うん。
大丈夫？少しは休んだ方がいいんじゃない？でもみんなとの打ち合わせもあるし。ちょっといいかしら。決勝のメニュー、あなたが考えるって本当なの？はい。私にはなんであなたがいつも特別扱いされるのかまだわかりません。でもあの方が決めたこと、何か考えがあるのでしょう。いいですか、くれぐれも美月様に恥をかかせないように。わかってます。それと絶対に優勝しなさい、さゆりさん。頑張ってね。私たちも応援してるから。かっこよかったですよ、つばきさん。私たちずっとついていきますね。残り10分を切ったのである。デオジゲートも最終工程に入った模様。美月様、ラストスパート、頑張れさゆり。そろそろ仕上げといきましょうか。行くわよ、リサ。オッケー、ミサイ。うおー、フィニッシュ。見事加州学園黒缶ブッシュ完成でありゃ。ち、先を越されちまった。ならこっちも。うん、待って、派手に決めるぜ。じゃあ始めるよ。それ。ならば。参る。みんな。すまねえな、サイリー。最後の最後でヘマしちまって。りょうくん、そんな。みんなのテクニックが通用しないなんて。彼らは何を遊んでるのかしら。なんか楽勝だったね。やっぱり私なんかじゃ。諦めちゃダメなの。みんな、あの子を助ければお菓子が食べられるマロ。絶対もうない。なんだ、力が湧いてくる。レジュレクション。みんな、ちょっとずるいけどお菓子のためマロ、ありがとう。何が起きたかは分からんが、これでとびっきりのお菓子を作ってみせるぜ。いけさあ、僕たちもね。はい。ボンジュール、魔法にかかって、どんな恋もどんな夢もその手の中。こんな非常識なことが。綺麗。ボンジュール魔法にかかって、きっとできる、きっと叶う。私たちが未来へ伝えるべきもの、それは地球です。すごい、あれが全部お菓子。地球、多くの偶然が重なり生まれた奇跡の星、そして私たちを未来へ運ぶ永遠の箱舟。帰ってきてよかった、強い子に会えて。まさかそんなものを作るとは。我々の乾杯です。ギャラクシードリームコンファクションズ優勝はフェルリール製菓学校。やったー。困らせちゃいけない、誰にも言えない日々。ああどうにかなりそうさ、このままじゃいけない、頑張ってみるよこの距離を。あ
じゃあ行ってくるね。お父さん、お母さん。ラン、準備できてる？ごめん、何着ていこうか迷っちゃって、まだ準備できてない。もうしょうがないな。ねえ、さゆり。ん？あんたのおかげで最高の一年だったわ。ありがとう。先行ってて、すぐ追っかけるから。わかった。とは言ってもちょっと早すぎかな。陽君おはよう。さゆり、早いな。陽君こそ今日で卒業なんだな、俺たち。うん。1年間本当にいろんなことがあったな。うん、そうだね。あっという間だった。え、りょうくん？さゆりがいてくれてよかった。ありがとな。うん、私の方こそ楽しかった。ありがとう。これからもお互い頑張ろうぜ。またな。ごめんね。でもなんでカメラなんて。僕今日カメラマンを任されたんだ。すごいでしょ。大丈夫かな。さゆりちゃんの方こそなんでこんなところに。今日で最後だと思うと校舎を見て回りたくって。最後なんてそんな寂しいこと言わないでよ。ジル先生、なんだったらここにいてもいいんだよ、ずっと。なんて、僕が決められるわけないか。じゃあ僕、準備があるからまた後でね。やっぱり春子か。鈴見先生。誰かが実習室に入るのが見えたな。すみません、勝手に入ってしまって。ここで調理することももうないだろう。はい。困ったことがあったらいつでも相談しに来い。卒業してもお前はずっと俺の生徒だからな。鈴見先生、せっかくだから美月にも挨拶してきたらどうだ。はい。失礼します。さゆりちゃん。先生何してるんですか。すぐに会場に行く気にはならなくってね。この1年間を思い出していたんだ。さゆりちゃんにとってはどうだったのかな。今までで一番素敵な年でした。ジル先生はいつも元気をくれました。鈴見先生は厳しいけれど本当に私たちのことを考えていてくれて、陽君は最初は怖かったけどだんだん分かり合えた気がします。そして美月先生はお菓子作りだけではなく人として成長させてくれました。私、フルリールに入ってみんなと知り合うことができて本当に良かったです。僕もこの学校に来て本当に良かったよ。特にさゆりちゃんと知り合うことができてね。さ、行こうか。もうすぐ式が始まるよ。私はいつも不安になります。私たちの教育は正しいのだろうか。このままあなたたち教え子を社会に出してもいいのだろうか。しかし毎回こうして卒業式を迎えたあなたたちの顔を見たとき確信に変わります。あなたたちは自慢のフルリールの生徒です。皆さんの活躍を見守っています。さゆりちゃん、記念撮影するんだ、一緒に撮ろうよ。はい。あとこれをせば。よしのすけまだ？うるさい、もう少し待ってろ。そもそもお前のカメラだろこれ。だってセルフタイマーって使ったことないんだもん。最後までジル先生変わらないですね。最後じゃねえだろ。そうだよ、またいつでもこうやって集まれるよ。はい。フルリールでの1年は
辛いこと、悲しいこと、いろいろあったけど、私にとって一生の宝物。君を応援してるよ。